不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント。宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介。無料面談も実施中。田中行政書士の不動産大学2023法改正宅建業法編ということで、このチャンネルは完全独学で9つ資格を取った元上場企業のトップ営業マンである田中行政書士が資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということで、今日もですね、冬休み特別スペシャルということで、私ですね、釈地釈法様が田中行政書士の代打を務めさせていただきまする。よろしくお願いいたしまする。今日ですね、やりたいと思っているのは、田中行政書士から頼まれているのがですね、今年も結構法改正実はあるんです。で、どんな法改正があるのかっていうところで全部まだ言えないので、今日はですね、その中でも宅建業法の中のですね、重要なところを、田中行政書士からですね、これを伝えておいてくれっていうふうに言われた部分があるので、そこをちょっとやっていきたいと思いまする。ズバリですね、今日やるのは電子化のお話なんですけれども、これ皆さんですね、実務やってらっしゃる方もすでにお気づきの方もいるかもしれませんけども、結構ですね、電子化が今進んでおります。で、今回ですね、お話しさせていただきたいのは、結構媒介契約書とか、あと重説とかですね、あと37条書面とかですね、こういったものの交付に変えて、電子的方法によるですね、提供が可能になってるんですね。要するに PDF みたいなデータでですね、提供するっていうことがですね、もう OK になっているんでございます。これまではですね、こう Zoom なんかを使ってですね、IT 重説の時もあらかじめですね、書面の送付っていうことがですね、必要だったんです。なので、せっかくですね、こう Zoom とかですね、テレビ会議みたいにこう重説を IT 重説って言ってた割に、まあ結局重説書面で送らなきゃいけないという状態があったんですけれども、これですね、今相手がですね、承諾をしてくれれば、相手の承諾があれば書面に変えて電子メールとかですね、あとウェブページからのダウンロードなんかによって提供することがですね、可能になったんでございます。ということでですね、じゃあ今日押さえておいていただきたいのは、そのですね、電子化可能な書面にどんなものがあるのか、これをですね、ちょっと早速ご紹介いたします。こちらでございます。まず一つ目ですね、代理媒介契約書面でございます。要するに34条書面とかっていうことですね。こちらがですね、もう電子化可能でございます。あとはですね、指定流通機構レインズからですね、交付される登録済み証明書、これもこういうやつですね。もともと PDF で交付されるんで、これをなんか今までですね、いちいち印刷して送ったりとかしてましたけども、これもですね、このまま、PDF のままですね、提供が可能ということでございます。あとですね、重要事項説明書、37条書面、あとは保全措置を講じたことを証明する書面とかですね、住宅貸担保履行法の主力確保の措置をしたことを証する書面とかですね、そのあたりでございます。まあ、重要なのはですね、やっぱり媒介契約書、重要事項説明書、37条書面、要するにですね、34条書面、35条書面、37条書面、これらがですね、全部電子化可能ということになっております。これですね、ポイントになってくるのは提供の方法なんですけれども、いくつかあるんですけれども、まず一つ目はですね、電子メールによる方法でございます。要するにメールで添付して送るということですね。で、あとは、ウェブ上からのダウンロードですね。これウェブ上にアップロードしておいて、それをお客さんにダウンロードしてくださいっていうふうにやる方法ですね。で、あとは3番、CD-ROM 等の方法による方法って言っているんですけども、まあ、今時 CD-ROM 使う人いるんですかねって個人的には思います。なので、大体は電子メールか、あとウェブ上からのダウンロード、このどっちかでやることが多いんじゃないかなというふうに思いまする。で、ここからが重要なんですけども、いくつか注意点がありまして、これ、電子化は可能なんですけども、注意点としてはですね、相手がですね、そのファイルの記録を書面でですね、印刷できることがですね、要件になってきております。要するに、提供するのは別に PDF とかで提供してもいいけど、相手がちゃんと印刷できるっていうことが条件になってきます。で、あとはですね、ウェブ上からダウンロードする場合に関しては、ただアップロードだけしとけばいいということではなくて、ダウンロードができますよってことをちゃんと相手にですね、通知をするという必要がございます。ただアップロードしておいてですね、何も言わないと向こう分かりませんからね、そういうところもちゃんと通知をする必要があるということでございます。ということでですね、これ非常に重要な法改正でございます。もう一回ポイントを言いますけれども、要するにですね、IT 重説の時にですね、こう、あらかじめ今まではですね、書面の送付が必要だったんですね。IT 重説はもう始まってたんです。IT 重説はもともと IT 重説なんですけども、IT 重説と言いながら書面は送れみたいな、そういう規定だったのが、書面も送らなくてよくなった。これはもう全部電子化でいいということになったということでございます。こういう要件がいろいろありますので、その辺ですね、しっかりと押さえておきましょう。テキストをお持ちの方はテキストでも確認しておきましょうということでございまする。ということで、また明日、また明日、また明日。